新婚の頃、休日に旦那と新婚さんいらっしゃいを見てたらチャイムを連打された。インターフォンの映像を見に行った夫が、子供を抱えた鬼がいると言ってて、何を言ってるかと覗くと、濃いフルメイクの兄嫁が、隣の市に住んでるがほぼ疎遠、2歳の姪っ子を抱えて玄関の扉を叩いてた。玄関を開けるとなだれ込むように入ってきて、玄関を早く開けないことを怒鳴り散らし、今日は出かける用があるのに旦那が頼れない、私は急いでる、あんたたちは暇でしょう、というようなことをまくし立て、姪に言葉もかけず腕時計を見ながら嵐のように走り去っていった。我々は育児知識が全くなく、兄嫁は何のグッズも持ってきておらず、お互いの両親は日本の両端で遠方住まいで、片言をしゃべる姪っ子に聞きながら、幼稚園の子供がいる友人に電話しながら、トイレに行かせたり、おやつや食事を食べさせたりして、なんとか夜9時までしのいだ。兄はずっと電話に出なかった。兄嫁は夜9時に来て早々、風呂には入れたかとか、子供に何を食べさせたか聞いてきて、風呂入れぐらいできるでしょう。本当に二人とも社会人なの。食べさせたのは何？おやつにムキグリ？こんな中国産のもの食べさせないでよね。バカじゃないの。ふざけないでよね。晩ご飯は？この煮物？貸して。ちょっとしょっぱいけど、まあ合格ね。と一人で喋ってた。こんな時間まで何をしてたんですか？よく文句が言えますね。という我々の質問は総無視して、眠りかけてた姪っ子を抱えて帰っていった。兄からは後日電話があって、あいつは最近宝塚にはまっておかしくなった。娘は引き取って別れようと思う。ひどい女だ。というなぜか謝罪のない言い訳だけ延々と聞かされた。旦那にはバカ兄のせいでごめんなさいと謝ったが、姪っ子と公園遊びも新鮮で楽しかったからと許してくれた。親にも連絡して兄夫婦にはその後は家嫁されず、別れて宝塚にも行けないからか一切没交渉にしてる。その後夫婦で外食したり料理の味見をしたりする際、ペロッと食べて眉間にシワを寄せて、まあ合格ね、と言って笑わせるのが定番のネタになっている。